ブナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパンハロです。今日はですね、皆さん、キャンプのお試しみたいな感じで、ちょっと知人宅を借りてですね、小屋でキャンプをするという感じでちょっとやってみたいと思います。ということで、皆さん、いつものやつ行ってみたいと思います。いいですか、キズたち、もう覚えたね。行くよ、よクラッシャーバンバンビガロー。はい、ということでですね、今日は知人宅にお邪魔してですね、知人宅に小屋がある聞いてきたので、小屋でじゃあ一回お試しでキャンプをして、まあ必要なキャンプに道具とかで必要なもの、必要じゃないもの、まあそういったものをこれで振り分けられるんじゃないかなということで、お試しでキャンプやってみたいなというふうに思うんですけれども、まあ実際今カメラマンやってもらってます。お名前は、これはミスター K ということでいいですかね。大丈夫です、 K で。ミスター K、 まあつまりミスタさんですね。ちょっと一緒にしてほしくないな。ああ、もう一人ね。もう一人のミスタさんいるからね。まあ彼も最近はちょっとプロレス観戦行けてないんでね。まああれなんですけど。まあということで、ミスタ K、ミスタさん。こちらがミスタさんの小屋ということで。汚ねえな。まあでも、十分っすよね。キャンプやるには。キャンプやるっていうか、ここで飯を食うっていうことに関して言うと。十分なんじゃないかなと思うんで、はい、まあちょっとね、ミスター K のリクエストで、なんか丸腸が食いたいって言ったんですけど、ちょっとで、ね、なかったんですよ、丸腸が。嘘。ちょっとなかったんで、まあそこは普通のホルモンになっちゃいましたけど、まあここでいろいろこう、今からこうセッティングして、まあご飯とかね、作って、食べて、はいはい、で僕はちょっと車の中で寝るっていうのお試しもあるので、まあ、ちょっと車の中の僕車の中がテント代わりということで、そこの設営もちょっとやってというふうにやってみたいと思います。はい、ということで美味しいご飯を準備して食べましょう。ありがとうございます。よし、ということで、じゃあ準備していきます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで一旦、設営準備完了ということで、まあ今まで商品買ってはいたんですけど、まあ一度も使ったことがなかったので、まあこういった感じで展開初めてしてみた感じです。まあテーブルがあり、で焚き火台兼バーベキューコンロ、まあこれね、ニトリで売ってたやつなんですけど、まあサイズ感ちょうどいいかなと思ってやってたんですけど、まあテーブルの上に乗っけてもそんなに高さが出ないので、もうこれこのままテーブルの上で使おうかなという感じですね。で、まあもろもろ、まあこれソフトクーラーパックで、まあ椅子があり、で、まあもろもろの道具がありっていう感じなんですけど、まあ、やっぱテーブルだけだと収まりきらない感じになってるので、まあサブテーブル的なものもね、用意していかないといいけないかなっていう感じになったかなというところでございます。はい、まあ、ここがね、まあ、テントサイトというところなんですけど、まあ、テントサイトというか
食事したりとかね、するスペースって感じですね。はい。で、こちらになりますけど、こちらが、まあ僕の寝床になっていくというところでございます。ちょっと見づらいとは思うんですが、車にね、後ろにつける網戸みたいなのがあったんで、まあそれをね、ちょっとつけてみた感じです。はい。で、中はね、こんな、まあマットの上にタオルケットみたいなのを敷いて、まあ空気で膨らむ枕があり、で、ランタンを吊るしっていう感じですね。で、まあ以前からやってたんですけど、このサイドを隠すための布、まあ正直ね、買ってきたものがあったんですよ。で、いろいろ実は、縫製をしてもらったりとかね、してたんですけど、この生地がどうやらね、重すぎて、こうサイドにこう展開しようかと思ったんですけど、どうやら磁石ではちょっと無理っぽかったんで、まあちょっと別の方法を今後考えて、この布はちょっと使いたいんですよね。そうすると、結構いい感じの車内になるのではないかなという状態なので、はい。今後、これは、検討していきたいと思います。まあでもこの、網戸的なね、蚊帳があれば、夏も OK かなと。もう早速、ミスター K はもう隣で飲んでますけど、うまいっすか、ビール。うまいです。さすがっすね。酔っ払ったら顔出ししちゃうんじゃないの、もしかして。それはしない。あっせんなよ。あっせんなよ。ということで、まあこんな感じで、キャンプサイトというか、寝床。まあ、ここが僕のテントみたいなもんですからね。なので、今後、この僕のテントはまた要、要、なんていうんですかね、改善という感じで。でも、いい感じに、これ、なんかいい感じになりそうな予感しますよね。サイドに、さっきの、この布を展開すれば、結構いい感じに、この車内はなっていくのではないかなという。ただ、夏場は暑すぎて、もうこれ無理やなっていうことで、秋冬のキャンプで車中泊をしていくっていう流れかなというところですね。ということで、ミサケ、お待たせしました。この後は、いよいよ、魚を焼いたり、肉を焼いたり、酒を飲んだり、ラジバンだり、ということで、やってみたいと思います。はい。もう、年はバレてるから。もう年バレてるから大丈夫なんだって。ということで、じゃああちらの方で、飯食おうぜ。酒飲もうぜ。よし。